最後地震の話いきましょうか今回スライド多いんで終わらへんのち着かと思いましたけど終わりそうでですすねよかったですこれはどこの星でしょうかまああそこやろうと思うんですけどねあそこやろうと思うけどどこの星でしょう、うん、そうやって見ると地球に見えるけどこれほんまに地球ですか火星違います <laughs> ね これまたあの海の部分抜いてます。海入れたらこうなります。これは私たちよく知る地球。海抜くとこうなのんですね。結構デコボコしているところが何かっていうとこういうところだね。ねデコボコしてるところがどこどうかっていうとこれはですね海の底なわけです。皆さんこう思ってません海底って平って思ってません間違ってないです。あの1900年 西暦でいう1900年ぐらいまでは海って平らってみんな思ってましたずっと平らあれなんでそう思うかっていうとあの波打ち際あってあの海底の石が結構ええ感じに削られてるんで遠浅になったりしたとか多いんですよね、まあ、急に深いとこも実はあるんですけど海水浴の経験でああなってるあるいは実際に浅い海を調査すると大陸だなというのがあって 大陸では何でできましたかっていうのを言い出すと長くなってしまいますが例えばこういう東シナ海なんかは水深非常に浅くてですねこの広い地域がまあ水深60とか1 0 0ー切るような地域が非常に多いんですでもっと深い海も調べたら分かるんやけどは、ね、昔々は調べるテクノロジーがないただだん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 調べていくとちょっと待ってると結構デコボコしてるやないかと。でそれが 白黒にすると、こんな感じ。日本の近くに行きましょうか。日本の近くに、で、日本列島の地図、これはグーグルのホームページからお借りしましたけど。日本列島の地図こんなんです。一番高い山どこですか。世界遺産ね、富士山。まあ、いろんな山とか。川とか、お好きな方も多い。海もお好きな方多いと思います海の底がどんなでこぼこになってるかって、考える人あんまりいない。 最近素晴らしくてです、ね、インターネットの、Google、さん私たちは敬意、えっと、を込めて「グーグル先生」と <laughs> 呼ぶことも多いですがグーグル先生によるとこういう海底地形の凸凹まで今皆さん見ることができるこれ見てくださいあの例えばこのスケールでは見えませんがあの、えっと、静岡県に天竜川という非常に立派な川があるんですが天竜川というのは当然川ですからね海に注いで灰を割り違うんですよ天竜川ずっとねこのグーグルの地図で見てみてください 天竜川はずっと深海ままで続いています天竜海底渓谷という名前が付いてたりしますけどもぜひ一度見てくださいあのなんでそうなってるかって話をするとあと30分以上必要なんでやめますえー、っと A 地点が大阪です B 地点は大阪・あ南の海底です A 地点から B 地点に向かって断面図を描いてみましょう断面図こう皆さんのお手元の資料にも多分同じのあると思いますけど もし手元にボールペン、鉛筆、多分終わりだと思いますが、かけるとしたら、この先どうなってるか、今ちょっと書いてみてください、この先どうなってるか。ここ、大阪の部屋です、平らですね。で、その後ガチャガチャガチャっとなってるのが、和歌山県です。まあ、山ってつくだけあってね、すごい山いっぱいありますよね。で、ここが海岸線、まあ、ぴったり走行になってないと思いますが、潮の岬のあたりと思ってください、串本あたり。でそ 流れてて、まあ、お魚のおいしいところですよね。こ海底どうなっているか、あの書かなくても頭なんかイメージしてください。海底で、ね、このようになっているんですよ実は。皆さんに予想と結構違うんでしょいます？この辺にちゃかちゃか違った書かれた方多くないですか？違うんですよ。ここのデコボコよりねここのがんがんがんかの崖の方が急なんです。どうやって測ったか、これ超音波を使います。船から超音波を海底に向けて送ります。 ね跳ね返ってきます。行って帰っての時間がわかります。はい深さわかります。あの山比丘と同じですね。やほーと同じ原理。それで測るとこのでこぼこ。いきなり2000メーターぐらいドーンと落ちます。でその後どこどでこぼこしながらこうウッと書いてあるね。でこぼこしながらまたドーンと1000メーターぐらい崖なのね。まあ崖といってもこれ6000メ、えーターキロにするとこれが6キロ。これ100キロ。めちゃくちゃ強調しますけどね。<laughs> キキロ100キロ対ね、うん。本当はもう上下に持ってギュッとギュッと押し潰したのは本当の地形になるでこんな崖なんかと思うとまあそんなことはないんですけどね、うん、でもまあ山のでごぼこと海のでごぼことはいどっちがあの極端ですか?」結構です今日スライド持ってきてますけどね富士山の沖合のねでごぼこ面白いんですよあの。興味あったら見てください。はい、なんでこんなでごぼこになるのか。 なんででこむ理由はこうだと考えられています。えー、プレートというこれベレ出版という本に載ってる絵ですけど、えー、と海底が海底火山がたくさん並んでいる海嶺という海の見え見えど海嶺というところで生まれて、それが左と右にだん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 離れていきます。その下にはおそらく溶けたマントラがあるんでしょう。 それがマグマとなって山を作って海底を作ってそういうものがだん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 ずっと押し寄せて日本列島の近くでどうなるかっていうとこれは海溝といわれる海底の深い部分先ほどで言うとこの辺です。この急に深くなっているのは沈み込むプレートに関係するんですがこの深くなっているところで。 この生まれた岩盤プレートというものがあどうもマントルの方に帰っていくとらしいとだから深くなるで深くなるだけではありませんこの時に陸の地殻って書いてますけど硬い岩盤と海の地殻って書いてます大陸地殻と海洋地殻がお互い擦れ合うことによって摩擦が発生しますその摩擦がある時解消されるだから地震なわけですねそれから 沈み込んでいくプレートがまあ一言で言うと沈み込むプレートは海水を持っていくんですね。海水を持っていって海水がマントルと出会うある深さで出会うとえ溶けます。そういうものがまあマグマの生成って書いてますけどそういうものがずっと上がってくると最後火山ができるわけですね。日本が火山と地震のの国っていうのは 実はこの海洋のプレートというのは沈み込んでいて、えー、そこが水深も深くなってますよというのはどこかでお話で聞かれたんじゃないかと思います。でもそんな漫画やんなやと実際見たんかと目でで見見えませんでも見ることはできるんです先ほど私申し上げましたあの海底より下の金属資源海底熱性光栄の厚さは電気で見ることができそうだ。 で実際見てみたたそういうい例を示しましま今度は別の装置でやはり海底の電気や磁気を測って海底のプレートを見てみようやないかというようなお話で実際そういうことをやっています。ちょっっと待ってくださいねいまず装置の実際の投入の様子こういう装置をまあこれ。 は京都大学の装置ですね京都大学の持っている装置ですが、えっと、こういう装置をこれも私自身が設計して開発したやつですが今から水深がこれは 2,000m ぐらいかなの海底に沈めます。どうやって沈めるかっていうのは結構わかりやすくてこうやって水の上につけるでしょ。でこのなんかロープを外すでしょ。 でこれ引くんですよこれ引くとピンが外れていってらっしゃいあとはこれ自重で沈んでいくだけですだか深海6500が沈むとあ,のあまり変わらないんですねどういう装置かっていうとあれどういう装置かというとどここ行っちゃっっっちちちゃゃたたかあれ止め海底電磁気計といって電気とか磁気を海底で測る装置です えと長いアンテナがありますがこれがあの、まあ、人工衛星やご家庭の、えー、テレビのアンテナと同じで、えー、こういう長いアンテナで電気信号を測るんですね、えー、で海底に降りた姿はこんな感じ、えー、これは 6,000m の水深に下ろした時の千メーターの海底に下ろした時の映像ですあ写真ですが、えー、こんな感じでこのままだったらあの行ったきりで帰ってこないそれでは困る。 どうやるかっていうとこれも深海6 5 0 0とかだと仕組みは同じでここの四角い台座っていうのがありますがこれがね、えー、と重りになってるんですね。で、えー、と超音波信号を送ると、うん、超音波受信機これはそうですけど超音波受信機トランスポンダーといいますがトランスポンダーが超音波信号を受け取ったら重りを切り離すんです。重り切り切離すとととこここのの四角い部部分分捨てててくくるがが浮力浮力できて 実はこれガラス玉なんですね、えー、ガラス玉上はガラス玉だけ下はガラス玉の中にいろ、えー、んな電気機器記録するためあるいは測定するための電子機器あと電池などが収められてますが、えー、浮いてきます。ということで船の上にまた回収することができるというような仕組みですす年間海底でで観測することができます。先ほどの装置はちなみに今年の7月に設置して。 えー、来年の今ぐらいかな今ぐらいならいいなに回収予定です帰ってくるといいねここだけの話でもないんですけどある確率で帰ってきませんある確率で帰ってこないということはこれは国の予算を使って、えー、整備している海底観測装置ですからあー税金の無駄遣いとなりますが今のところ回収率はおそらく 99. 点何でほとんどの場合は回収できています どうしても回収できないときは水中ロボットで引き上げてくることすらあります。データ入ってますからね、貴重です。えっ、ー、と、ターゲットはどこだか、この場合、今からご紹介するのはあまりにも新しい成果なので、皆さんのお手元の資料に入れておりません。この後の後 今日夕方公開する資料も入れません。<laughs> 今この発表発表準備段階なのでここだけにしておきますが、えー、と東北沖の海域でこういうところで海底観測をやっております。この1箇所1箇所に先ほどの装置を1台ずつ入れてるんです。同時にやったら何十台も装置入れます。そんなには我々も持ってません。 えー、重大程度しか持ってませんからあこういうところ測ったら翌年ここ測ってまた測ってまた測って,測ってこれ測るのに実は10年ぐらいかかっっててます繰、えー、繰り返し繰り返返しし測ってるんですで、えー、とここの線に注目していただきたいんですがここはまず星マークで書きましたけど皆さんご存知のように4年半前に起きた東北地方太平洋沖地震の震を地震の発生し始めた場所。 がここですそれから、えー、といろいろな調査から、えー、先ほど言った海洋のプレートと大陸のプレートの間はプレート境界断層ですからプレート境界断層といいますがプレート境界の断層が地震の時に10から 60m ーー最大6 0メーー1 0ー,ー以上ずれたというところがここだと言われています。無論それで何が起きたかか皆よよくお分かりのように ずれたら海底が盛り上がるわけです。跳ね上がって大きくずれればズレるほど。このズレが大きいほど跳ね上がります。で、それがこういうエリアに津波を引き起こすんですね。ええー、とですから、そもそもここのプレートがどういうような状態でで、巨大地震が何で起きたんかってことは皆さん知りたいし、私たち研修者も知りたいなので。 こういうところに簡易低観測装置を置いて、先ほどのね、置いて。で、えっと、回収ももうできております。今からお見せするのは、ここの地下断面です。スケールがずいぶん大きくなります。